赤富士スロットのセカンドチャンネルです。クリスロットです。カリフォルニアやラスベガスで人気スロットを紹介したり、スロットの遊び方をクリスロットチャンネルと一緒に実践動画を配信していきます。こんなスロットやってみたい、見てみたい、そのようなリクエストがございましたらコメント欄で教えてくださいね。それでは、今日私たちがプレイするのはスカラベリンクという IGT の、これ新しいリンクゲームになりますね。はい、スカラベゲー、スカラベリンクのクレオラさんです。まあ美しいわね。これ1セント、2セント、5セント、10セントから選ぶことができます。はい、私は2セント選びました。はい、はい、いつもの通り50ドルスタートです。これは2セントですので、掛け金が1ドル、2ドル、3ドル、5ドル、マックスが10ドルになります。はい。で、クリは？はい。3ドルで挑戦します。はい。頑張りましょう。はい。レッツゴー。いいですか？はい。この左のボーナスシンボルが、3つ来てボーナスきます。はい。はい。どこでも3つですか？はい。どこでもいいんですね。そうです。どこでも。はい。はい。で、この、真ん中のスカラベのシンボルが、はい。これとても重要なポイントなんですけども、はい。これ実は10回のスピンで、このスカラベをいくつ集めるかっていうのがポイントになるんですね。はい。今、2個スカラベが来て、今、2投目で今もう1個増えて、今3つスカラベが増えました。はい、はい。この右下に、今、3 of 10って書いてあります。なんだ ?3 of 10って。3 of 10ですね。スピンの回数が表示されてますので。わかるかな？日本語と英語ごちゃになって変なの。ね。これは要は10回のスピンごとに、スカラベ、フンコロガシですね。エジプトのね。このフンコロガシちゃんを、集めて、たくさん集めて、あ、今たくさん来たね。今これ8回目。次9回目。来た、また。で、最後の10回。もう一個来た。で、この次のスピンですね。ここでスカラベが、ワイルドかもしくは数字に変わります。で、数字が6個以上来た場合は、リンクボーナスになります。ああ、ライティングリンクと一緒ですね。そうです。あと1個。来た。お、素晴らしい。はい、これで、リンクボーナスがプラスもらえます。はい。はい。で、要するにこれがスカラベの数だったんですね。うん、はい、そうなの、そうなの、はい。はい。で、万が一、10スピン中にスカラベが3つとか4つしか集まらなかったっていう場合は、はい、もう残念ながらリンクボーナスは差し支えできません。わかりました。はい。ただ、それがワイルドに変わるだけですね。わかりました。はい。どっちにしろスカラベが多ければ多いほど、チャンスがあるってことですね。そうなの、そうなの。うん、フンコロガシをたくさん集めた勝ち。いやだ、その言い方。でもなんかね、古代のエジプトではね、もう聖なる虫だったんだって。あの、フンコロガシが。そうですね。なんかゴキブリみたいな。さあ、ここで一言。はい。あずきさん。はい。そうだ、またね、フンコロガシについてのご説明を。あずきさんは一家に一人欲しい人だね。ねえ、吟醸もね、ちゃんと説明してくれたもんね、詳しくね。私なんか、なんだか湯飲みとか言ってしまう。金属製の湯飲み。本当だ。あちちあちちだ。嫌いな人にはそれをですね。ねえ、本当。なんていううちに終わってしまいましたけども。本当だ、今でしたね。うん、でもこれ2セントなので、ミニが20ドルで、マイナーは100ドルくれたね。おー、うん、いいね。あ、素晴らしい。はい、なんだかんだ言って、195ドル50セント。素晴らしいですね。はい。よかったよかった。コングラチュレーションって言われたよ。コングラチュレーション。クレオラさんに。そんなわけで、50ドルスタートが、今220何ドルになってるのかってことは150ドルプラスかな。はい、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。今日も頑張りましたね。頑張った頑張った。あっという間に終わりましたが、150ドルのプラスでした。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。それではですね、今日はね、ちょっとリファードについて、ご説明したいと思います。はい。こちらのホテルは、パラッツォになります。はい。ベネチアンの隣にあるホテルのパラッツォです。はい。パラッツォとベネチアンというのは姉妹店なんですね。うん、そうですね。ですので、うん、メンバーシップカード、グラッツィ・リファードっていう名前で、はい、2つの、ホテルで使うことができるんだよね。そうですね。はい、できます。で、
ですね、これ、右手のところまっすぐ行くと、これがこのままベネチアンにつながっていきます。はい。ですので、ベネチアンから来た場合は、パラッツォ入ってすぐ右手が、このグラッツィのリファードセンターになるわけなんですね。そうですね。はい。はい、で、このように、はい、各ホテルで違うんですけれども、他に MGM リワードがありますね。で、こちらは、MGM、もちろん MGM なんだけれども、はい、アーリアでしょ、ベラージオ、ザ・コスモポリタンでしょ、うん、エクスカリバー、ルクソール、マンダリーベイ、MGM グランド、さっき言ったか、はい、ニューヨーク、ニューヨーク、ノーマット、パーク、MGM あるのかな、うん、で、それとシーザス・リワードの方は、はい、もちろんシーザス・パレス筆頭に、はい、エルラウド、ハラス、かね、ハラス、うん。で、トロピカーナ、フラミンゴ、パリスでしょ、はい、あと、プラネットハリウッドもそうだね。そうだね。うん、レディーラックなどかな。コスモポリタンだけ、はい、アイデンティティメンバーシップって表示されてるかもしれない。ああ、うん。リファードセンターじゃなくて、そういうふうに表示されてるかもしれない。そっか、そっか、はい。で、メンバーシップに必要なものなんですが、うん、写真付きの身分証明書。はい。日本から来る方はもちろんパスポートで OK です。はい。で、パスポートの最後のページにですね、所有者の、うん、名前、氏名と住所と電話番号、記入する欄がありますので、はい、そこにあらかじめローマ字で記入していただいて、置くと、それをそのまま見せれば、うんうんうん、係員の方がそのままタイプしてくれる可能性がありますので、うん、あらかじめ最初からそこにローマ字で書いておくといいと思います。あ、そうだね、はい、で電話番号はアメリカだとセルラーナンバーっていう風に呼んだ方が分かりやすいのかな、もしくはセルラーフォンって言っていただければ分かると思います。はい、はい、であとこのメンバーシップになる条件なんですけれども、年齢21歳以上でなければダメです。はい、21歳以下っていうのは、アメリカではお酒も飲めないし、ギャンブルもできません。ですね。お気をつけください。はい。条件はそれだけです。あとですね、ホテル泊まってるか泊まってないかは関係ありません。宿泊されてないホテルでも、メンバーシップにはなれますので、はい、プレイするときにはメンバーシップ作って、プレイした方がお得だと思います。うん、絶対その方がいいと思います。ね、はい。なぜなら、うん。そうですね。食事が、フリーになったりとか。なります、なります。ホテルがタダになったりとか。グレードアップ？そうだね。グレードアップしてもらったりとか。うまくいったら、無料もあるよね。そうね、うん。無料にならなくてもディスカウントくれたりとかね。そうだ、うん。いろんな特典があるので、うん、このカードは作ってプレイした方がいいと思います。その方がいいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。またね。バイバイ。バイ。